こんにちは。花の感じです。お昼の時間がやってまいりました。これ一番下の方に。おとといの朝炊いたご飯が。10%ぐらいに残ってます。で、これがあの。かす節ですね。で、これがえー、っと。 油揚げと、ちくわ、切ったものですもうお口の中が唾液でいっぱい <laughs> 朝はねあの、もずくとそれからバナナ33円のこれね食べ物でしょう <laughs> 33円のえっ、ー、と40円うん 卵が10個で168円の2個で油揚げは5枚入り3枚を昨日使って今日2枚100円ですから40円、えー、目玉が2つで40円かつしが20円、えー、油揚げが40円、うん、でちくわがで えーと、20%引きで75円の、うん、5本入り全部入れましただから70円ぐらいと40円40円あー20円、えー、70円ー40円かな、うん、いくらなんだかよくわかりますあこれはねこれも20円ぐらいだね今日はいっぱい大盤振る舞い、うん 今日はねあの時間言えよ昼寝 <laughs> ねえーっといいよ,さんよ2024年10月1日火曜日午後2時3五分名前どれがいい <laughs> それで今日はねあの三島の人が釣りをしない理由 過去にも何回かあのー、申してますが何しろ1動画平均視聴時間1分20秒ですから5時間やっても6時間やっても1分20秒 <laughs> 最初の方だけ聞いて「しゃあやなら」ですからねうんだからこの辺にお客さん <laughs> あのー、答えは 3つあります1三島の人は殺生が大嫌い2釣っても食べられる魚じゃない3魚を釣るのにお金がかかるこの3つですね。 あの横浜からこの4月の終わりにあの三島へ引っ越してきました。の経緯はまあ過去に何度もやってますがあ長くなるので、うん、今回もやります。<laughs> あの妹があの2年前に4月にあの神波のあの上の山の上の ダイアランドっていうのがんですね。そこへうん、タクシーを買ったんですよ。で、そこの芝を借りに行かないと、あの、買ってあげようかって話が来るわけですよ。<laughs> なんかからないと、あの、ね、草だらけになっちゃうてよろしくないでしょ。で、そのために、横浜か,から、その2年前は横浜か,から来ると、う まあ、運賃が変わらない同じなんですけどバス神波駅から出てるバスが当時はあの500円往復で,で1,000円で横浜往復がおよそ4,000円ですから5,000円でうーんとなったわけそのうーんとなる理由は バスの時間朝十、えー、時ちょっと前に来て気のきいた話ではねその前の時はあ神奈川駅四時何分間があったんですって現在は三時十分に着くんですよね神奈それが最終なんですよだから朝十時頃に着いて乗って 1>, 1時間かけてべていくと11時頃なわけですよで神奈ナに帰るバスが現在は2時50分っていうのが最後なんですよサービスセンターから出るのがね出るっていうか巡回してくるのがそうすると1時間半ぐらいやってサービス私の妹のタクシーからですとね 行きがいいんでしょ最寄りのバス停で降りるからまあちょっと歩けばいいとでも帰りはサービスセンターまで戻ることになるんですよその理由は汗が早くやれよまあそういうことでそしたらでまたその話に長くなるんですけどあの母が去年の9月の半ばに亡くなって で、俺はあの、ね、お前らで折半しないよっていうことで前から言っててたら妹が「どこだっけな湯河原かな湯河原に8万5千円のねアパートあの借りてきたよ」っていうのいきなり。 え、何つって。当人ちゃ住むとこなくなっちゃったら、って言って、いや、そ,あのそんな高いのね、身分じゃないから、住むことあって、っていうことで、断ってもらったわけ。で、俺の中では、まあ、横浜のアパートで、最後を迎えるのかなって、漠然と思ってたんですけど、あのー、妹がそういう気持ちが、 ああ俺に行くとこないじゃんって考えてくれたっていうことで、まあ、ちょっと甘え心が出てほんであのー、アパートを探したんですよ寒南に近いアパートを。でどうせ借りるんなら釣ってただで釣って食べられる海の魚がい,いるご近所にアパートを借りようと。で ジングリに、あのー、大磯あの辺からジングリにどれも3万円ぐらいなんですよワン,ワンルームが。3万円ねーと思ってた時に今年の3月ジングリに探してきて熱海まで来て。 伊東線を降りていくのはちょっと遠くなるしじゃあ木の宮でやっぱりないんだよね。で伊東で探したら「わっいいのがいっぱいある」っつってでそれが2万円台だったんですよね。それが4月に入って1週間ぐらいで4桁物件だったんであの「これ契約して」っつって。 4桁物件。ね、1円、10円、100円、1000円。4桁物件。2万2000円ぐらいだったと思うんですよね。もう一件ね、原駅。そこもね、2万2000円の管理費がいくらかな。小学校の、あの、向かいっていうかね。うん。それもいいなぁと思って。原駅はとにかく、あの、 歩いてさ、そのアパートから1キロあるかないかだよあ一1キロないかないかぐらい <laughs> そこもいいなぁと思っててでも2万円超えるんじゃなぁと思ってたらこの物件に巡り会えたわけですよ。これで、まあ、まあ芝刈り行く前に。 ご近所をさん散策したわけですよ。でこのアパートのすぐそばに「寒川橋」っていうのがあるんですよ台場のにね。でそこから下流2キロぐらい3キロぐらいつっちゃいけませんと書いてあるの。じゃあ上流はいいわけだよね。じゃあその近,近領区域の上流下流どこ見ても誰も釣るしてないんだ。 でその最大の理由はあのー、なんてゅうの溝おっきな溝でさ瓦に降りれないわけとにかくコンクリートの擁壁の溝うんそれじゃあさまあねそれでも 釣って食べれる魚があれば釣り人はいると思うのただ高いんだよ有料料金っていうのが年間でねうーんと及川山辺、はや同じか、うん、その辺を釣るのは4000円でなんかもうちょっと釣れるのが8000円で全部釣っていいよっていうのが1万3000円かなうん あのさ川でさ魚釣り子供ならしたいじゃん子供ならおなんだろうが魚おじいちゃん用意してるようーん難しいことやらないで腹減、うん、ってんだ早く言ってんだ早く食っちゃうよえよこれが9円もうなくなっちゃったんだよこれこれなかなか美味しいからねマックスバリューのあの発射会っていうのうん ななんんか、あなんちゅうのスーパー発車が大量仕入れで安くねあの、オリジナルブランドちゅうの。うん、でまず最初に見たのがダイバーガーじゃん。で歩いてあのみんない誰も釣りしてないんだよ。で金務区域のところは不思議とね 遊歩道がついてて変わらず,ずっと歩けるんだでそこも歩いたんだけどまあまあ釣り人はいないんだろういないあ釣っちゃいけないからいないんだけどなんかねうん早とか山辺はいるだろうなとは思うんだけどでその筋力域をの下流行くとまた溝になっちゃうんだよ溝。 堀っていうのコンクリートの。これじゃあ釣る楽しみないなと。あもちろんね。うん、あの釣っていい。でねその溝の縁にはさ欄干があるわけだからねら降りれないんだよ。 まあ、釣りの趣がないよね。ら水辺に行かれないわけだから。それが一つ、二つ。物理的に釣りが楽しめない。で、釣ろうと思ったら金がかかる。うん。で、昨日ね、今、 編集してるやつかな、あ昨日、うんあ、今編集してる昨日山行ってシワ狩りやった帰りに大バガーでねあの年配の方がね女性顔を覗き込んでるの女性が顔を覗き込むって珍しいじゃんで話ちょっとしたらさあのー、前はね色のついた鯉も泳いでた。 でもそれはつ釣られてあの誰か咳したねそこで釣られてん食べられちゃったんだかな何だか知んないけど色のついてる鯉はみんないなくなっちゃったと、うん、でそれもあるのか何だか知んないけどここからちょっとね大坊川上流行くと魚止めの橋っていうのがあるんですよねでその上に 鮎留の滝、アユドメの滝だアユドメの橋鮎留の滝っていうのがあるんだよねそこ行くと市民が大切にしている恋を取らないでくださいって書いてあったうん、うん、だね三島の人は いや高潔な方でねゲビタ遊びは嫌いでね釣りがゲビタっつってませんよと捕まえて食っちゃうようなそういうねあのお魚はお魚屋さん行って買いましょうねスーパーで買いましょうねと鹿、ねうん、が食いたいなったらと捕まえて食べちゃうじゃなくてスーパー行って牛肉を買いましょうねと。 任せましょうと私たちの本文は何ですかこの日本をよくすることでしょうとそれにはまずみんなでよきちっと居住まい、たたずまいをしくしくと本当にそういう感じなんだよ <laughs> なんかさほんとみんなね背がねシャキッ、うん、なんかさ 元から寝こせじゃんそこ持ってきてさうつむいてさようヨいよう歩いてんじゃんほんとさなんかみじめーな感じになるうーんまあそんなわけでなぜ三島の人がうーん川で釣りをしないのか川釣りをしてる人を一人も見てないんだよ台場が見たじゃんそれで来港川も神波から 台場まで降りてってそんで橋から今度台場駅を突っ切ってあその先まで行くと今度は台場川が流れてるんですよね。で今度は台場川からずっと上ってきて三島二日町だーれもするしてない。お金を出してキャッチリリースする人すらいないんだよ。 これはね俺からら見たらね、異常例えば多摩川ならさ休みの日にしろ何しろ釣りする人いると思うんだよねあの、遊漁券をさ買ってねでさなその日券その日にその日一回だけね釣りをしましょうって言うと だ円いい円から円なんだよねでその1,500円払ってさ6 0ンチぐらいのね伊藤が釣れますとかさブラウントラウトが釣れますとかヤマメが釣れますとかニジマスが釣れますとかそんならまあ1,500円でさお持ち帰り自由よなんつったらそりゃ1,500円で10匹も釣って帰ればさ 10日円の日円一じゃん、まあ、三島はさほとんどこの辺は平らじゃん川も穏やかに緩やかに傾斜がないからさ流れ線だかな流れ線ないんだ,だか分かんないくらいの日もあるよ。うん、水量のない川なんかね。柿沢のがも歩いたし。 狩野川のとこまで歩いたんで椅子に行ったから誰も釣してないやっぱりこの辺都市部で標高が1 0ルからまあ高台で4 0ルじゃんそこはやっぱさマス類はちょっとねあの年がら年中住んでますよっていうのは難しいと思う。 この辺りはね、三島の駅の周辺はね。だからねー、なんかちょっとねー、子供たちにかわいそうな気がする。だから、小学生まではただとかさ、小学生そうだね、中学生。うん、中学生ぐらいまではただ。うん。もっと言ったら、高校生ぐらいまでただ。うん。 にしたらいいと思うよ。それでもね、たぶん釣る人いないと思う。河原に降りれ、降りれないんだもん。言ってみればさ、あのー、道路の端っこにある側溝があるじゃん。下水溝っていうのまあ、東京とかそういうとこ行くとないだろうけどさ、 まあ横浜も,も俺んちの近所はなくなっちゃったけどねあの速攻あるじゃん U 字工っていうのあれが巨大になってるっていう、うん、考え方だからさ面白くないようん面白くなくても繰り返しになるけどね1500円払って日券1500円払ってニジマスがヤマメがイワナがブラウントラウトがね ルクトラートが釣れますよなら年間買うじゃん。全魚種釣っていいの1万3000円買って1年365日のうちの200日ぐらいね釣りをするとしてまあ週末土日土日だけ釣るにしても一 1>, 1年って52週じゃんだから30週ぐらいあるわけじゃん。30週だから60回ぐらい釣り行けるわけじゃん。と1万3000円をえっ、ー、と60で割ると0取って1300円を2で割ると650円。いいの ?1 万3000円を60で割ると1300円。 うん二百円かうん二百円ならねぇってもいいかなと思うけどねで、そういうことでサンキューフォイワーチンカバカゲインネクサンデーホヤンフォーデッツカバーエクォーノーイ僕クゴーデッツグーゴーイイズコのチームをそれぞれにホウでしねあの今度ね小学生に聞いてみようと思うんだ なんで釣りしないのバゃんって。パカシャーンって。お前、国帰れって言われちゃうね。うん。じゃあ、ということで。ようやくどしよう。Thank you for watching.Come back. いいよ、僕ー Thank you for watching.Come back again 日付見たいちゃんと。えっ。2024年10月1日火曜日、午後2時55分。 どれがいい？き、は、ない。<laughs> はないでした。二十三分。六秒。う七秒。八秒。おしま。い <laughs> 大丈夫。一分二十秒。